はい、皆さんこんにちは。先日太陽の再生工場2024年初出ししました。皆さんもうね、4月は何もあまりしないでくださいということでスタートしましたけど、だいぶ天気も落ち着いたので、そろそろね、いろんな地域でやっていいと思います。まあ地域差がありますので、暖かくなってきたところからということでね、皆さん思いつく範囲でやってみてください。3月はね、天気が今までになく悪かったので、今年はね、あまりねやらない方がいいんじゃないですかということをね伝えていましたが、もうね晴れの日も結構多くなってきて、暖かい熊本はねかなりいい天気になってきました。そよそよ風もねここ吹いてかなりいい感じなんですけど、いろんな植物もうね迷ったら再生にかけた方がいいです。慣れている人も初めての人もね、不安は多少あると思いますが、こればっかりはですね、もうやってみないと、そして成功した人、実感した人じゃないとね分かりません。いろんな植物やってみてください。もちろんね 100% 再生するわけではありません。それでも8割ぐらいのね確率で再生します。でお部屋の中に入れておくより断然ピカピカでゴツゴツツヤツヤとしたね葉っぱを出してくれますので、いろんな植物ちょっと試してみればいいんじゃないかなと思います。フィカス系とかですね、丸い葉っぱね、そしてドラセナとかですね、モンステラとかフィロデン系もね全然いけます。去年は、動画遡って見ていただけると分かると思うんですが、空手やなんかね葉っぱ全部坊主にして、もう鉢だけの状態ね、根っこが中に入っているような感じであそこの部分にね置いてたんですけど、綺麗に空手やも戻りました。なので、やっぱりね太陽の力って本当すごいんですよ。いろんなね植物を再生してくれます。もうすでに見てください、ほらこんなピッカピカですよ、ね、出てきています。で、まあ、特にねこれウンベラータとかベンガルゴムとか、ね、ありますけど、同じフィカス系でも再生速度は変わってくるので、これもね皆さん、心配しなくていいです。ウンベラータなんかですね、多分1ヶ月ぐらいで再生すると思います。ベンガルゴムは3ヶ月ないし半年かかったりします。で再生当初はですね、葉っぱがすぐ出てくるわけじゃないので、これもね気長に待つようにしてください。昨日もね何人か言われていました。全く動きがありません、心配ですということがね、植物生きてます。そんな簡単にねいきなりね葉っぱを出すもんじゃありません。でも見てください、ほらこうやって出てくるんですよ。で出始めてきたら割とね一気に出るので、それをね待ってください。ほらたくさん出始めてるでしょ。でこれ、ブラスサイヤなんですけど、ここね枯れてますね。で多分この辺は生きてると思うんですよね。でこういうこともですね、枯れ下がりあるので、注意してください。よかったらねここにあの防腐剤ですね塗ってあげるといいんじゃないかなと思います。ホームセンターでカルスメイトとかですね、いろんなやつが売ってあるので、まあ、時間がある人たちはですねこういうところにも塗ってあげておくと、再生している時に、枯れにくいです。ではこういうカットしたとこからね虫が入ったりもねしますので、で外にね置いているので、もちろん虫ちゃんたちはですね、ちょっと入ったりもしますね。中にアリが入ったりもしますので、これも注意してください、ね、外でやる限りこれはね仕方がないことです、はい、ということでね、外に出す時にですね、今年はですね、見てもらうと分かります。肥料とねオルトランね、オルトラン殺虫剤ね全部撒いてます。今回ね化成肥料パラパラっと撒いて、オルトランをですね、虫がいそうな植物、全くね問題ない植物も予防として撒いてます、はい、でこれもね、普通やってる人たちいないと思いますが、大丈夫ですかってね、コメント来ます。大体大丈夫です。アリコロリなんかもですねバンバン僕ら撒きますけど、そんな枯れたりはしませんね。まあ、ちょっと怖いという人はですねやめた方がいいかもしれませんが、僕たちがリアルにやっている限りではですね全然大丈夫です、はい、これね、ま、肥料撒いたりすると結構端っこに、ね、大体置いてますけど、根っこって端っこにあるんでね端に撒いた方がいいです。でパラパラっとね殺虫剤はねオルトランなんか撒いておくと
いいと思います。そうするとですね、若干病気だった葉っぱとかもですね元気な状態で復活してくれるんじゃないかなと思います。まあいろんな方法があるんで、皆さんもですね僕と違った方法を知っている人たちがたくさんいると思うので、その辺はねコミュニティとかを通して共有していきましょう。はい、ということでですね再生したんですけど、水のやり方を悩んでいる人たちが多いので、今回はですねこの再生においての水の上げ方をちょっと解説したいと思います。まずですね、再生すると葉っぱがなくなりますよね。この状態なので悩む人たちが多いと思いますね。葉っぱがないのに水あげていいんですかと、ね、水はねあげて大丈夫です。でもね怖い人たちはこうやってください。こういう坊主にする前に、1日ないし2日3日前にね水をしっかりあげてください。で吸わせています。ね、で葉っぱも水を含んでいます。そうするとこの本体に水がしっかり回った状態です。でしっかり回った状態で葉っぱを落としてください。それから先はですね、新芽が出てくるまではほぼ乾かし気味でいいです。なんならね、水ほとんどあげなくて大丈夫です。そうすると、自分でね、生きようと思って葉っぱをまず出し始めます。ね、で雨とかが降った時はね、別にね、いいですよ。もう自然の状態でいいです。自然の状態。で受け皿とかもね、別に引かなくて大丈夫です。自然の状態。で乾燥させると生きようと思ってね葉っぱを出してきます。である程度、2割3割ぐらいね葉っぱがねピラ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 っと出始めたら、こんな状態になってきたらねお水をしっかりあげるようにしてください。そうなったらですね毎日別にお水あげても大丈夫です、ね。葉っぱがそんなについてないので受け皿はね引かなくていいです。僕も引いてないでしょ。でここはねタイマーでスプリンクラーで朝晩毎日こう出てます。なのでお水はしっかり含むし下からも抜けていきます、ね。腰水管理あくまでも皆さんが普段の生活の時に楽に管理できるようなやり方です。なんか再生の時はですね別にそうやってやらなくても大丈夫だし、葉っぱがたくさんつき始めたらですねお水溜めても大丈夫です。夏休みとか長期、ね、旅行に行ったりねお家に実家に帰ったりする時もありますので、自分の目が届かなくなった場合はですねお水を溜めて出ていってください。そうするとねしっかり吸います。でこれ今回防草シートを引いたんで下にね僕はあの根っこはねこう張らないと思いますが、土にそのまま置いてたらね根っこが下から出てきてねバンバン張っていきます。そうなったらね下の地面から水分も取ってくれるので、どんどんね大きくもなります。注意点としてはですね秋口取り込む前に根っこをカットするので若干弱る可能性もあるので、取り込むですねちょっと前に根っこはですね刈ってしまってあげた方が安全じゃないかなとも思います。はい、こんな感じでですね水管理そんなね考えなくても大丈夫です。まず最初は乾燥気味にしてあげるということで、乾燥した状態でね葉っぱを切ってしまうと、ダメじゃないんですけど水加減がね皆さん不安になると思うので、まずはカットする前に一回ねお水をしっかり吸わせてあげる、ここをですねやってみて実践してみるとそんな不安じゃないかなと思います。はい、とにもかくにもですね再生の時がやってきました。皆さん刻一刻とですねこれから冬に近づいていくんですよ。いいですか、もうあっという間に来ますからね。そして梅雨が来る前にある程度ですね一回完成させた方がいいです。で梅雨の雨はね打たせていいです、ね。この芽を残したまま再生するタイプはね大丈夫ですけど、梅雨前にこうやって点芽をカットしてしまうと湿度でここが腐ってしまう可能性があります。なので梅雨前にね一回葉っぱを出させる、新芽をね出しておくと梅雨に入っても全然大丈夫なので、その辺もね頭に入れながら、4月最初はねやらないでくださいと言いましたが、これから先はですね早め早めの対応でやってみてください。植え替えなんかよりこちらの方が先だと僕は思います。それでは今回こんなところでバイバイ。